でそんな勉強熱心な米倉さんがなんとですねドラマのために練習をしたその痕跡がこれね、あの縫合の練習をしたこれ米倉さん どういう状況なんですか。ちょっと説明していただいてもいいですか。血管縫合ですね。あ、違うか。あ、違います。これは普通にあの縫合しただけ。傷跡を縫い合わせるっていう。はいはいはい。これはあの合間が時間があったのでちょっと練習してました。実際その手元が映って縫合する演技っていうのはあるんですか。はい、友達だとね、あの2人でね、はい、あの息を合わせてやった、ええ、田中さんと息が合ってましたよ。最初すごいびっくりしたんですけど、はい、撮影の合間に僕も練習してたんですよ、でもそれはあの実際手元を映さないと思ってたんですけど、でもやっぱりこうお芝居してる時にちゃんと、はい、呼吸を通してやりたいからっていうのでやってたんですけど、うん、まさかの手元を映されるっていう、うん、結構うまいなんて言ってテーブルがこのぐらいの位置で2人ともあって、はい、あ、はいはいはい、あのピンセットみたいに持ったりとかしてコーピンとか持ったりとかして、うん、結構やってて結構2人ともいい感じだよねって言って、もう素早いし、はい、でも研修より上手いですよとか言われてうわーとか思って2人でね